あ、ここだ。うわぁ。待ってたよ、クラウド君。ようこそエクササイズジム、ダンダンダン。トレーナーの G なんだ。突然で申し訳ないんだけど、うちの会員と一勝負お願いしたくてね。本気ですか、ボス。こんなピヨピヨ君、一瞬でむしり潰しちまいやっせ。やる前から決めつけるのは良くないな。じゃあクラウド君、準備ができたら声をかけてくれ。はい。変態の集まりだ。重要なのは忍耐と。勝負する気になってくれたかい？前腕と、お？初級、中級、上級、上級チャンピオンベルトもらえる。ふん、干からびた中スタンクのごとき筋肉で俺に挑むとは。後悔するなよ、ピヨピヨ君。無駄口を叩かない。勝負の方法はこのジム伝統のスクワット対決だよ。じゃあ早速始めるよ。ああ、トレーラーで見た。オッケー。負けてやる気はない。うん、はい、はい、素晴らしい、ね、はい、滑らかに押そう。美しいフォームだ。このまま続けていこう。あれ、調子だよ。あっと、まだまだいけるはずだよ。待って、あの、両手を使おう。両指を使おう。いい感じだね。BGM よ。素晴らしいね。その調子だよ。よし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 、あっかん。おい、意外とタイミングはシビアだ。このまま続けていこう。しっかり押そう。遅くてもいいから。その調子だよ。このまま続けていこう。あ、ボタン表示なくなるんだ途中で。リズムを覚えろと。素晴らしいね。こんなものか。イエイ。なぜこんな貧弱な筋肉しか持たぬピヨピヨに。筋肉は量じゃなくて質だ、ゼンワン。そうやって見た目で人を判断する、その慢心が君たちの弱さでありクラウド君に負けた理由だ。この子たちの目を覚ましてくれてありがとう。巻き込んですまなかったね、クラウド君。君はもうこのジムにとって兄弟も同然だ。体を動かしたくなった時はいつでも遊びに来て、一緒に素晴らしい肉体と精神を手に入れよう。うわなるほど、チャンピオンベルト欲しいな。体を動かしたくなったら前腕たちに話しかけてみてね。前腕来たな。俺と勝負してっか。あ、中級はマテリアだ。よしよしよし、コツはつかんだ。泣きべそかくなよ。真面目にやろう。このまま続けていこう。いい感じだね。前腕はダメだな。美しいフォームだ。その調子だよ。素晴らしいね。美しいフォームだ。このまま続けていこう。いい感じだね。素晴らしいね。美しいフォームだ。このまま続けていこう。その調子だよ。美しいフォームだ。素晴らしいね。このまま続けていこう。これどんだけスピードアップできんだ。素晴らしい。その調子だよ。このまま続けていく。美しいフォーム。素晴らしい。その調子だよ。このまま続けていい感じだ。よし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 。美しいフォーム。素晴らしい。
よし、めっちゃ面白い。ウックシーフォーその調子、このまま続け。ウックシーフォーあっかリズムを感じて。くそああもうダメ。当然の結果だ。おっしゃ、前はダメダメじゃねえか。さすがだな。次は3頭にも挑んでみるといい。はーい、アームストロング。暑苦しい。この人俺と勝負か。オッケーカモン。ああ、この人が中級なんだ。オッケー、あと2回やるはめになる。逃げるなら今だぜ。よし、いい感じだね。あ、もう消えた。まだまだいけるはずだよ。なるほど、わかった。勝ち合い。素晴らしいね。このまま二人と長押しか。素晴らしいよ。え、何それ。あ、連打か。いい感じだね。その調子だよ。やばい、負けてる。美しいフォームだ。その調子だよ。このままほら、僕の体を追い込んで。いい感じだね。素晴らしいね。美しいフォームだ。その調子だよ。あっかん、負ける。3投に負ける。素晴らしいね。その調子だよ。負ける。負けた。あーノルマは30以上ぐらいか。素晴らしい。美しいフォームだ。素晴らしいね。このまま続けていこう。美しいフォームだ。よし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 。あ、ここからだよ。後ろのやつ静かにしてくれないか。いい感じだね。このまま続けていこう。美しいフォームだ。いいね。美しいや。その調子だよ。素晴らしいね。いい感じだね。勝ったな。美しいフォームだ。ほら、もっと体を追い込む。その調子だよ。素晴らしいね。いい感じだね。その調子。よーし。このまま続けていく。二人とも素晴らしい。その調子だよ。何してんだろう。どうってことない。俺に勝つとは、まさにパーフェクトボディ。なんだか体がうずいてきちゃったな。よかったら僕とも勝負してみない。こいつか。その前にラッキーマテリアってなんだ。運が増えます。運が増えるのはいいことなんだろうけど、運が増えるとつまりクリティカルヒットが増えるとかかな。装備はしたいんだよ。装備はしたいんだけどさ、スロットが足りないんだよ。一勝負やっていくかい。よし、この変態と勝負だ。また新しいボタン操作増えそう。さあ楽しもう。OK。 勝負。マッスルハーモニー。どれだけ鍛えてるんだ。あら、おっと。はいはい。ワン。さすがにやるな。ミスは許されない。負けてられませんね。パーフェクトだ。どれだけ鍛えてるんだ。喜ぶ声がさすがにやるな。ハイレベルな勝負だ。あれ、楽勝。マッスルハーモニー。負けてられませんぜ。マッスルイズビューリー。さすがにやるな。マッスルハーモニー。どれだけ鍛えてるんだ。ウィーラブパーフェクトだ。負けてられませんぜ。ハイレベルな。やばい、追いつかれる。パーフェクトだ。さすがに。よし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 。ハイレベルな。どれだけ鍛えて。意外とスピーディーに押せるな。さすがに。
いいよ、ダブルスコアつくよ。よし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 。よし、上級大したことないぞこいつ。さすがにやるな。終わったな。チャンピオン。まさか僕まで倒しちゃうなんて。やっぱり君はすごいな。さあ、僕たちも負けっぱなしじゃいられないよ。トレーニングを続けよう。はい、ボス。元ソルジャーだから。ここまで来るには、マッスルキング。プロテイン飲みすぎた？あ、それでそこで座り込んでたのね、あなたは。チャンピオンベルト。へえ、めっちゃいい。これにしよう。これ剣はね、見た目に反映されてんだけど、アクセサリーは反映されないから、ちょっとね、チャンピオンベルトとか腰の周りに巻いてたら面白いのに。今度はこれ服屋。服屋ってことは、いらっしゃいませ。何かお探しの商品が。ん？ああ、あんたが例の何でも屋か。頼みたいのはあれだ。居酒屋で飲んだくれてるうちの親父を連れ戻してほしくてね。すぐそこの酔いどれって店にいるから、よろしくな。はい、酔いどれなら。ん？クラウドさん、サブさんから話は聞きました。ティファを助けるためウォールマーケットについて勉強中なんですよね。ここはこの町の先輩である俺にドーンと任せてください。さあ、まずは依頼をこなしてみましょう。酔いどれはこっちです。酔いどれ、酔いどれ。え、でもお前貧乏くじばっか引いてたよな。ボコボコにされてたし、闘技場では。ここは日々の疲れを酒で洗い流す憩いの場、酔いどれです。よく見たら酔いどれ、酔いどれって書いてあるけど。常連さんが多い店ですから、入るときは、そんなずかずかと。大人の世界にはいろいろとしきたりがあって、待ってくださいよ。はい。あ、この人か。あんたが親父だな。わしの息子はこんなアホ面だったか。アホ面だと。とにかく俺と一緒に店に帰ってもらうぜ。いやじゃ、わしはもうダメなんじゃ。そんなこと言うなよ親父、俺力になるからさ。おお、本当か息子よ。実はマテリア屋の店主に賭けで負けての、わしの大切なインスピレーションを奪われてしまったんだよ。インスピレーション、あれが帰ってこない限り店に戻る意味はない。わかった。なんだかよくわかんないけど、そのインスピレーションってやつを取り返してくればいいんだな。待ってろよ親父。ほら、お前も行かんかい。え、あれ、ジョリーもう行った。食べ始めたら止まらない。ジョニー行っとこう。先に行った。インスピレーションっていうのはなんだ。あの人のインスピレーションが取られたのか、インスピレーションという何かがアイテムが取られたのか、
どこだっけ、そういえば裏路地で通れてなかった場所があるんだけど、先にサブを済ませるか、めっちゃ迷ってる。こっちか。ああ、そういえばそこにも路地がある。静まるんだよね、路地。溜まり場になってるから取れない。うちの店長ノルマン、おっと、あんまし路地に入らない方がいいぜ。やばい人間がたむろってることもあるからさ。あんたらやん。お前ら、マテリア屋はここだ。ぶっちゃけ何に使うかよくわかんねえよな、マテリアって。え、怪しい匂いがプンプンするぜ。魔術地味だこの感じは、まさにやる気のなさそうな店主だった。そういえばここは、これがマテリアや。なんだあんたたち。福屋の親父のインスピレーションを返してもらおうか。インスピ？ああ、あれのことか。でもあれは俺の戦利品だぜ。ただで返すわけないだろ。な、何？でもそうだな、頼みを聞いてくれるなら考えないでもない。なんだよ。兄さんたちを男と見込んでの頼みだ。うっ、宿屋の自販機で買ってきてほしいものがある。あれだよ、あれ。宿屋自販機、あれか。あれって？野暮なこと聞くなよ。んじゃ、よろしくな。あれか、わかったぞ。自販機のあれ、見破るのはこの俺だ。感じる、感じるぜ、危険な夜の気配を。秘密の領域、いざ参らん。ジョニー、どっから喋ってんの？あれだな、わかるよ。相模オリジナル。というか、サブを無視して迎えに行くこともできるんだ。まあまあまあ、宿屋の中に触れない自販機が一つあったんだよね。ジョニー役に立ってないな。できることならティファと来たかったっすね。は？どんなお好みにも対応しますよ。なんて言ってるけど、ここ本当にただの宿なんだよ。これあった、この自販機ですよ。ぱっと見は普通の自販機だが、しかし教えてあげましょう。いいですか、この手の自販機には秘密のボタンがあるんです。どこに？それは秘密ですから。これまでの知識や経験を総動員して、こうズバババッと心の目で見破るんですよ。え？そりゃ見破るで、そりゃ見破るでしょ。俺を誰だと思っている？このくらい簡単に見破れる。おお、自信ありっすね。あれってただのこれ？大当たり、おまけだよ。びっくりした。一応目的は果たしましたし、マテリア屋に戻りましょう。え、これでいいの？マジでこれだけ？当たり付き自販機みたいな。自分で取ってくればよかったんじゃないの、こんぐらい。クラウドさん、早く早く。はいはいはい。ジョニーの出番はないぞ。おお、待ってたぜ。さあさあ、クラウドさん、あれを。あ？なんだこりゃ。え？やっぱり違うのか。
兄さん、なんつうか悪かったな。無理に頼んじまったみたいで。大丈夫、これからだって経験は積めるさ。そのなんていうか、俺にできることがあったら言ってください。さてと、約束の物だが、悪い、実はもうここにはないんだ。はあ？だから悪かったって。今は確か定食屋の親父が持ってるはずだ。でもまあないなら仕方ない。急ぎましょう、クラウドさん。さてと、やる気も出てきたし、マテリアも磨いてやんなきゃな。ほら、用が済んだなら出てけって。定食屋、定食屋。なんだよ、腹減った。あっちの路地裏からも美味しそうな匂いが。やめておくわ。いやいや、今は定食屋、定食屋。なんだ、最初からもう定食屋の方にアイテム渡しちゃってたから、本当に宿屋からあの頼まれたポーション持ってくると思っていなかったんでしょうな。こっちか。あ、ここだ。これメニューがよく見えないんだよな。どの定食にすべきだ。俺ってこんな時すぐに決められないんだよな。何普通に飯食おうとしてんだ。あ、見えなくもないな。スープとかパスタって書いてんのかな。ちょっとよく見えないな。待ってくださいよ。声が、まだ何頼むか決めてなくて。声がでけえ。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。なあなあ、あんたマテリア屋から例の物預かってんだろ。マテリア屋？なあ、あれのことか。兄ちゃんたちも物好きだね。そんなことより、あんたら料理は得意か？いや、全く。最近なんか料理の味がぼやけてんだよな。なあ、兄ちゃん、原因は何だと思う？火力か電気か冷蔵温度あたりだとは思うんだけどよ。え、もうマテリアに頼りっきりだけど。考えられるとしたらなんだ。え、幸いにもマテリアのレベルは全部同じ。だいたい火力じゃない。よし、原因は火力が足りないだ。おう、兄ちゃん炎にうるさい口か。どれ、試しに火加減を変えてみるか。おう、悪くねえ火加減じゃないか。えい、お待ちと。いただきます。なんで普通に食ってんの。美味しそうに食べてたから感想を聞きたかったのに。でもあんたのおかげで助かったよ。これお詫びと薬や商品クーポン。彼に薬でも買ってあげて。彼には買わねえ。薬屋はどこだ。道を開けてくれ。何十種類もの不思議な味をお試しあれ。バカ食いするから。あんたこいつの連れか。まあな。お、あんたクーポンを持ってるのか。とにかく中へ入ってくれ。たく、今日はやけに病人が多いな。こいつ以外にもいるのか。ああ、薬の注文が立て続けに入ってね。ちょうど配達に出るところだったんだが。気持ち悪い。こいつを置いていくわけにもいかないしな。そうだ、あんた代わりに薬を届けてきてくれないか。
その格好、軍人さんかなんかだろ。治療の経験もそこそこあるんじゃないかと思ってさ。え？これがあるじゃない。助かるよ。そうだな、あんたに任せられそうなのはこの薬を届けてくれ。一人分だ。依頼主はその辺りで倒れてるはずだ。症状を見て合う薬を渡してくれ。どうせならあの時ミツバチの館で死にかけてる